待たせいたしました。唐揚げ専門の松村商店さんに入っていきたいと思います。お待たせいたしました。Thank you.
シビカラって言って、どうしてもミルキーと出たら弾けをこうちっちゃくまとめて、なかなかあれですよね、使うことが難しいあれですよね。そうですね、なかなかこういうロボットすごい使いにくいので、ありがとうございます。41番が松永さん。今日はちょっと特別に厨房の裏の一角で試食させていただけるということで、注文したのが名物の醤油唐揚げで、うま塩唐揚げとヤンニョムチキン、そしてこちらの、ビッグチキン南蛮単品ですね。はい、こちらの4品を、名物の醤油唐揚げ、大きいっすね、結構一個が。やっぱりさっき温度チェックしてたじゃないですか。はい、ああ、ですよね。だからやっぱそれだけ分厚いんで、そうしないと。ね。なんか、衣をつける前から結構香りが良かったんで、ああ、けど、いい香りが。お醤油は、備前市の高取醤油さんの使われてるみたいで、それでは、いただきたいと思います。すごいですね。おお、音。うん。あ、すごい。ザグザグの食感で、鶏の旨味が。これ食感がまず、パリパリというか、ザグザグとか。うん。パリパリ。うん。で、中の鶏肉も、すごい高取醤油さんの味付けでしっかりされてて、程よくこう、ちょっと懐かしいような感じで、うん、大人から子供までみんな食べやすい唐揚げかなと思います。あ、美味しいです。続きまして、うま塩唐揚げ、さっきと比べてやっぱり醤油と違って色がこうあっさり綺麗の、はい、綺麗な淡白な感じですね。こちらはもう本当に素材のそのものかと思います。いただきます。
おお、うん、こっちも美味しい。おお、こっちは本当うま塩だからもうその本来の美味しさ。うん、美味しい。こっちのジューシー度が高くないですか。なんかそうですね、確かに。うん、うまっ。なんかすごい、あの、なんていうんですかね、うん、その鶏の、なんていうんですかね、あの、うま汁がなんか、うまみが、そう、なんか塩で逆に引き立つというかね、うんうん、続きまして、ヤンニョムチキン。結構唐揚げ屋さんでヤンニョムチキン置いてたら、なんか頼みたくなるんですけど、はい、特製のこう甘辛ダレ、あの、説明には激辛って書いてあった、さっき店主さんというか、ご説明されたのは。まあ、意外とそんな辛くなくて美味しいよって言われてたんで、これもね、大きいな唐揚げ1個ずつが本当大きいのが松村商店さんの特徴かもしれないですね。はい、ではこちらいただきます。うん、あ、おお、これは癖になりますよ。うん、辛いですか。うま辛ピリ辛みたいな。今ちょっと辛いですけど、うん、これさっき言われてたご飯に乗せて食べたら美味しいっていうのすごい白飯と合う感じの。でもコーラとか飲みたくならないですか。あー、コーラもいいですね。これ美味しいな。僕見てなんかそれ見てたらもうコーラ飲みてってなるんですけど、これはあのやっぱこういうタレにつけるとなんていうんですかね、衣がちょっとこう咲くからちょっとしなっとなって、僕結構そういうの好きなんですよ。あ、これは美味しい。で、今揚げたてだからまだちょっとパリッとも残ってて、こうタレが染み込んだ感じで。チキン南蛮単品ですね。これタルタルソースが1個入ってて、これを潰すんですね。もうちょっとごめんなさい、雑に潰しちゃいますけど、ガバッとかけます。あー、いいですね。あ、いいですね。映画ガッツリ飯ですね。これちょっとチキン南蛮も迫力すごくないですか。これさっきあの自分でゆで卵崩してちょっと持ち上げます。やば、いただきます。あ、うん、おお、大丈夫ですか。みんなが好きな味これあの最初にあの揚げたてのあのチキンに甘辛のタレをつけて、その上にこう昔のタルタルソースをつけてるんで、結構いろんなあの味がして、うん、美味しい。どちらがどうですか、甘めなのか、それともちょっとあのなんていうんですかね、マヨネーズじゃないですけど、まあ、どっちが強いですかね。結構タルタルがすごい存在感があって、あ、その醤油があって、はい、逆にそのタルタルで絡むというかコーティングされてるような感じですかね。そうですね。で、しっかり鶏肉を味わうとさっきの甘辛のタレ、甘いタレも感じて、タルタルの存在感がすごい。いや、僕ら美味しいです。マヨネーズとかタルタルソース好きな人はチキン南蛮いいと思います。これ正解ですかね。正解というか、そうですね、当たりというか、まあ、はい、まあどれも、ね、美味しいんですけど、うん、これは他にないですね。ゆで卵を自分で、うん、確かに面白いですよね、ちょっとね、自分の粗さでこう食べていただくと。おお、から単純な煮込みだけで多分2時間ぐらい煮込んで、あと半日ぐらい、じゃあもう結構煮込まれてて、そうですね。で置いて、でずっと出してるって感じで、まあ塩とそれから味噌がベースになったやつで、じゃあもうしっかり 味が染みて、すごい味ついてますね、やっぱりそこは。はい、はいはい、ちょっと特別にこの唐揚げの隣にある極上もつ煮、唐揚げ屋さんが本気で作ったもつ煮をも、一つこう特別なメニューということで、はい、ね、寒い時期すごい良さそう。そうですね、これからの時期にぴったりな。もつを唐揚げ屋さんが置いてるってなかなかないですね。確かにイメージが。しかもあのお弁当あるんですね。あ、みたいですね。もつ煮の、もつ煮お弁当。いや、もつ煮好きなんですよ。もういい匂いがしてますね。ちょっとじゃあいただきます。こちら、あ、柔らか
や、本当にこれ、あとでちょっと食べてください。わかりました。もつ、もう一個いいですか。いいですよ。いや、これちょっとびっくりしました。予想以上に柔らかい。すぐ噛み切れます。はい。柔らかい。今まで食べたもつで一番柔らかいです。すごい柔らかく煮込んであって。うん。あ、これは、もつ煮って、どっちかというと居酒屋メニューだけど、お弁当でも食べたいな。それ、こってりじゃない感じですか。全然こってりじゃない。あ、これは冬にいいですよ。これ本当に、本当にいいです、これ。これ、もうぜひ。気になるな。これめっちゃいいな。めっちゃ柔らかいです。はい、すいません。今日はごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございます。本当、唐揚げがすごい大きくて美味しかったんですけど、もう一回ちょっと本社さんの口から、はい、唐揚げについてご紹介いただけたらなと思いますので、はい、お願いします。当店の唐揚げなんですけども、まあ、醤油、高取醤油さん、地元の醤油を使ってですね、はい、あとその特徴としましては非常にこう大ぶりで、ちょっとこだわってるのは粉をつけるときに薄くつけることによってザクザクとした食感、これ本当に確かにそうでした、はい、冷えて、さらによくお客さんから言っていただけるのが、翌日食べてもザクザクとした食感が残ってるというふうに言っていただける唐揚げを出させてもらってまして、なるほど、冷えても美味しい、はい、そうですね、はい、次の日も食感が残ってるというか、ね、なんでもう本当に今テイクアウトとしてやっぱりこうね、ご自宅に持って帰って、もちろんお昼に、はい、お弁当にっていうのも全然僕らとしてあげたいんですけど、やっぱりこう家に持って帰ってご自宅で晩ご飯で食卓囲いながらね、みんなで笑顔で食べていただけたらなっていう思いを持っていつも作らせてもらってます。出来たてを食べたいけどちょっと1日置いても美味しいよということです、はいはい、でちなみに唐揚げ以外も結構商品が充実してるなと思うんですけど、特にまあこの冬だったり他の唐揚げ以外でもこう特におすすめの商品とかありましたら教えてもらえますか。はい、そうですね、やっぱり冬になると寒くなってくるので、はい、僕の方からですね、まあ、2つ、はい、今日召し上がっていたようなヤンニョムチキン唐揚げですね。ヤンニョムチキン美味しかったです、はい、こちらやっぱりもう辛くて、僕も食べてたら鼻水出てくるぐらいの体がポカポカしてくるので、これ非常におすすめなのが一つと、はい、あとはですね、このもつ煮込みっていうのはやっぱり味噌をベースに作ってますので、はいはいはい、非常にまあね、寒くてこう免疫力も下がってくる中ですね、うん、まあ、体も丈夫にしながら、でこれでもやっぱ温かいので温まって食べていただけるかなというところが2点ですね。あとすいません、もう1個ですね、もう1個、はい、結構初公開の商品なんですけど、すか、実はクリスマスに向けて、クリスマスに向けて、はい、大きいですね、はい、本当にこれぐらいのですね、はい、骨付きもものチキンの盛り合わせセットみたいなのを今ちょっとですね水面下で、ご飯中ですので、まだメニュー表には載ってないメニューってないメニューなので、まだどこにも情報で使ってないんですけれども、なるほどです、なるほど、はい、フランチャイズにも関わらず独自メニュー本部からその OK を出すことになるので、はい、これちょっとまだね、ものができて皆さんにお見せでき次第ですね、全然ちょっと当店のインスタグラムとかの方でも動画を拝見していこうと思いますので、はい、ぜひよかったらまた見てください。ヤンニョムチキンともつ煮込みとクリスマスできる、はい、そうですね、バリエーション、はい、いや、美味しかったです。松村商店さんはもう 全国にそうお店がある。そうですね、まあ、全国で実は東北の方にしかなくて、東北、あ、そうなんですね、はい、青森、秋田、岩手の東北3県をもともとメインで、はい、フランチャイズで展開をしているところです、ね、実は西日本でうち1店舗しかないんですよ、はい、あ、なるほど、西日本の中でも岡山でしかもここの、そうですね、ここにしかないので、なるほど、はい。このザグザグ食感の唐揚げを食べれるのはここだけです。ここです。あ、なるほどです。松村商店さん、西日本でなんと唯一岡山だけということで、ぜひですね、本当にこう大ぶりな唐揚げ、そして先ほど言われたヤンニョムチキンだったり、もつ煮込み本当に柔らかくて、うん、もう溶けるというか本当美味しかったんで、はい、で、あれですよね、そういったお持ち帰りの唐揚げ単品だけではなくて、お弁当とかもなんかされていらっしゃるんですね。はい、お弁当もあるということなので、はい、ぜひ赤岩にお越しの際は、松村商店さんにて唐揚げなどなどぜひ注文してみてください。はい、すいません、本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。いやー、けど唐揚げが本当めちゃくちゃ大きくて、結構油物、揚げ物って食べると重たいんですよね。もう30なんですけど、確かにけど軽やかというか、なんか食べちゃう。確かにスッと入っていったよね。そうなんですよ、スナック感覚でもないですけど、なんかね、よかった、うん、すごい重くないですね、ほんまに。そうですね、はい、ちょっとまた行こうみたいなね。いや、赤いは、ね、西日本ではここだけということで、
はい、僕の食レポもぼちぼち頑張ってますので、これからもよろしくお願いいたします。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。